皆さんこんにちは、りょうくんチャンネルへようこそ。りょうくんでございます。今日は手短に行きたいと思います。はい、先日の動画でね、私はこの MacBook Air 11インチを、買いましたというね動画を上げたと思うんですけれども、MacBook Air を、まあ、新しいパソコンとかねカメラを買ったら、その本体だけでなくて皆さんいろんなものを買うと思うんですよ。で、私ももちろんいろんなものを買いました。はい、でそこでね、久しぶりにやられたんですよ。この本体ソフマップさんから買ったんですけど、この本体はね本当に良くて、本当にこれが買えてラッキーだったなって思ってるぐらいなんですけれども、付随するものでやられました。今かぶせてあるケースとかはバッチリなんですね。で、何やられたかっていうと、私先日の動画でも言ったように、こういう通勤に MacBook Air を持ち歩きたいんですね。で、このカバンの中に、MacBook Air を入れるのはちょっといきなりこれ入れるの怖いなと思ったんで、はい、一段ねインナーバッグというものをかませたかったんですよ。で、インナーバッグを注文したんですね。もちろんその MacBook Air の11インチに対応しているものを購入したんですが、これですよ。届いたのがねこれです。商品の写真の通りのデザイン、本当に手触りも良くて、しっかりねちゃんとしっかりできているんだけれども、決定的な欠陥があります。あのね、本当笑っちゃったんだけど、これいいですか、これですよ。これね、 MacBook Air 11インチのインナーケースとして売られていたにもかかわらず、このサイズ感ですよ。これはねもう怒りを通り越して呆れましたね。もちろんこの Amazon から出品されているわけではなくて、 Amazon 以外のところが、販売して Amazon が発送する、一応これプライム対応ですぐ届いたんですけれども、お急ぎ便で2日かかりました。まあまだいいですよ、その次の日に届いてくれてこの結果だったらまだいいんだよ。ただ2日ね、2日経ってるのね。買った次の日からもう仕事というか通勤に持ち出そうとしているこの私が買ったものがこれですよ。で、2日かかっていると。もう2日無駄にしてるんです、通勤時間、これのせいで。これはないでしょ、全然ちっちゃいよ、全然ちっちゃい。詳細画像かなんかで上げるので、これだけはね絶対買わないでください。本当にありえない。液晶保護フィルムも買ったんですね。あの低反射タイプのもの、あの通勤で使うんですよ。で、周りが明るいことが多いと思うんで、朝一とかね、なので低反射のものを買ったんですけれども、これ今貼ってあるのは2枚目です。で、1枚目買ったものは本当に勘弁してほしいんだけどね。いや、もう開封 MacBook Air の開封動画でもうサイズが合わないっていうのをお伝えしてたんですけど、これもね文句を言いたい、全然違うよ。これ縦の長さはいいんですよ、横がね明らかにでかい、3センチぐらい長い横が、縦が割とぴったりなんで、 MacBook Air の13インチにも対応していないだろうし、これ何物なんだよって感じなんですよ。まあ、これ何用だよっていうね。ちゃんと書いてあるんですよ、 MacBook Air 11って。そういうんじゃねえ。もちろんね、先ほどのこれもね、このケースもこれも何もレビューがないわけじゃないんですよ。こっちはね5人ぐらいレビューしてるので、こっちが相当数30人ぐらいレビューしてるんですけれども、全く当てにならん。よくよくこれねサイズが違うよって言った、後にまあ見直したんですけど、まあ割とサイズ感が違うものが届いたっていうのがね出てくる。だからこれはね私の、まあ、ミスと言ってもいいと思う。ただこっちに関しては誰一人としてサイズ感が違うっていうレビューがなかったので、まあ桜でしょうね。ということでこの2つは買わないようにしてください。はい、今日届いたんですよ、これ Amazon Basic のノートパソコン用のインナーケースですね。 13.3 インチ用のものになります。はい、13.3 インチ買って正解だったなと思うんですけど、 MacBook Air の11インチを乗っけるとこんな感じなんですね。だから多分
11インチ用のこのケースも売ってるんですけど、それだとね本当にギリギリかもしくは入らない可能性があるので、ちょっとゆったりめに入るこの13インチ用のものをねご購入することをお勧めします。はい、ということで皆さんもね超絶人気商品を買った時の買うアクセサリー品を買う時はご注意くださいという動画でございました。はい、それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。